法官賞は日本の勲章の一つ。1888年1月4日に制定されて以来、授与対象を女性に限定した唯一の日本の勲章である。2003年11月3日の英典制度改正により、それまで授与対象が男性に限定されていた朝日賞、東華賞、菊花賞が女性にも授与されるようになったため、以後法官賞は、 一般の叙勲においては運用されておらず、現在では日本の女性皇族に対する叙勲と国家元首や皇族、王族などの公式訪問の際に行われる外国人に対する儀礼叙勲に限定して運用されている。法官省は日本における女性向けの勲章として1888年1月4日に制定された。すでに1875年に朝日賞。 1876年に大勲域課大受賞が国家の勲章として制定されていたが、いずれもその授与対象を男性に限定していたため、国際儀礼上の観点や国民に対する栄典の公平性を図るために女性向けの勲章の制定が求められた。そこで男性限定の極実章に対し女性専用の勲章として制定されたのがこの法官章である。 法官省と同時に、随法省も制定されたが、随法省も当初は男性のみを除君対象としており、1919年に随法省の性別制限が廃止されるまでは、日本で唯一女性が排除できる勲章であった。制定時には、勲一等から勲五等までが制定され、あとの1896年4月13日に、勲六等から勲八等までが追加され、 以後長らく8等級での運用が行われていたが、2003年11月3日の英点制度改正により、訓7等と訓8等が廃止されて6等級となり、同時に関数字による訓等の表示が廃止された。章の衣装は、古代の女帝の冠の形状を縦長の楕円に端し、その両脇を畜死が囲む。大綬章の正明から教養章までには、 楕円の内周部と外輪部の縁取りに天然真珠が用いられている。内側の楕円は青、外側の楕円は赤の尻尾で彩色され、縁取られた楕円の四方には王家が配されている。地金は純銀で大樹賞から十花賞までは全体が途金されている。ただし、成定から九百四十年頃までの訓一等から、訓五等の奉還賞は十二系の金を、 素材としており、1937年に、イギリスのジョージ6世国王の王妃エリザベスへ、贈与されたものが、確認できるものとしては、最後の金星の法官賞である。法官賞の中は、訓当によってその形状が異なり、大受賞の、東海以下、タン白鳥、東海、行用、破行となっており、九七等と九八等には、中がない。これらの形状は、 イニシエの宮廷に仕えていた女官の装束の文様をモチーフとしている。宝冠章は大樹章のみに専用の副章が用意されている。基本的な執法の彩色は、正明と変わらないものの、中央部のモチーフは、宝冠の飾りである宝王をクローズアップしたものになっており、形状も円形を中心にした五角形星型の放射状を取る。またその他の勲章における聖章のほとんどが、 約90ミリメートルほどの直径を持つ中で、法官省の副省に限っては、直径67ミリメートルと一回り小さいものとなっている。どの等級の勲章も、刻印や執法は、表の面のみに施されている。また、現行の日本の勲章の中では、大勲章、または勲功章の刻印を持たない、唯一の勲章でもある。 宝冠賞は真珠を使用する点が特徴的だが、特に宝冠大樹賞は正明に108個、副賞に209個もの天然真珠を使用した極めて豪華なもので、天然真珠は大変に貴重価値が高いものであることから、その製造原価は純金製の大空位菊花賞継色に並んで最も高価なものとなっている。このため、宝冠賞には、 その制定以後たびたびこの天然真珠を養殖真珠に代替する提案がなされてきたが、養殖真珠では技術的に極小の真珠を得ることが困難なこと、また逆に体系の養殖真珠は天然真珠と比較して明らかに見劣りするものであることなどに加え、奉還症の製造個数が他の勲章に比べて非常に少ないことや、今日ではその運用が 日本の女性皇族の女君と外国の女性王皇族などへの贈与に限定された勲章であることなどが考慮された結果、結局こうした痴漢は実施されることはなく、今日に至っている。樹は黄色の折リに赤の総線が配されている。大樹章は7 9ト、mm、ル幅の大樹で、女性用のため、大樹交差部のロゼッタは他の勲章と異なり、 欧州の勲章に多く見られるような長結び状である。ボタン章以下の樹は共通で3 6ト、mm、ル幅の章子を長結び状にしたもの。大樹章は正明大樹を右肩から左脇に垂れ左胸に副章を廃用する。ボタン章以下は長結び状の章子を持って左胸に廃用する。制定初期の明治時代のものはオリジナル色が 現在のものより暗く、大々色に近いものだったが、大正時代になると、現在と同様の色味に改められた。それ以外の点に関しては、特に目立った衣装の変更はないまま現在。初期のものは、欧州の勲章などに見られるような、縦方向に2本伸びたピンをそのまま複地に差し込む、廃用形態だったが、比較的早期に安全ピンでの廃用に変わっている。 2003年11月3日に、英典制度改正が行われた。これにより、法官賞を授けるという文章に改正され、それまでの、勲童に女子法官賞を授けるといった勲童と、勲章を区別する勲機及び、除勲制度は廃止された。なお、改正時の政令不足により、改正前に授与されたものは改正後も引き続き勲童、勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。 2003年11月3日の英点制度改正までは、君党の序列は、旧来の宮中席時に則り、同じ君党の中では、極実賞の会、随法賞の上位に位置づけられていた。そのため、法官賞の授与対象は、随法賞を授与するに値する以上の功労のある女性とされており、極実賞の女性版とも言える存在であった。 旭実章や随宝章などと共通の君等に属する普通勲章であったが最上位である宝冠大樹章は日本国においては女性皇族の未位を保持する者にしか授与された事例がなく特殊な存在であった。例外として明治天皇の聖母である中山慶子と大正天皇の聖母である柳原愛子に君一等宝冠章が授与されているが共に 天皇の聖母という立場であり、なおかつ国家より皇族に準ずる扱いを受けたものであるため、日本の一般女性で法還大受賞を授与されたものは、現在に至るまで存在しない。日本の一般女性が授与された法還賞の最高位は、君二等法還賞で奥埋めよら女性政治家や中根千恵ら君四等法還賞の授与としては、芸人の内海稽子ら社会的活躍の一印。 女性に授与された事例がある。君一党に相当する勲章は1965年の中山正のように男女共に授与された唯一の勲章である追法章が授与されており女性政治家においても法官章の君一党は直接の縁がなかった。このような条勲における男女不平等が口述する英転制度改革へとつながった。儀例による 直君以外でも日本国に対して功労のあった外国人に授与されたこともある。例としては皇太子秋人新郎などの英語教師を務めたバイニング夫人の君三党法官賞受賞がある。また特筆すべき例としては元イギリス首相のマーガレット・サッチャーが君一党法官賞を授与されたことが挙げられる。外交儀礼による交換ではなく純粋に個人の功労が評価されて 大受賞が授与された非常に稀な事例である。2003年の英典制度改正以降は、旭日賞、投下賞及び菊花賞が男女の隔てなく公平に授与されることとなったため、日本人に対しても、外国人に対しても、功労の評価による法官賞の通常運用は行われなくなった。同年に、君一等格の勲章を除勲された女性として、大木影と、 赤松良子がいるが、いずれも朝日大受賞を授与されている。現在でも国家の正式な勲章の一つとして存続しているが、女性皇族や外国人女性品格などを対象とした非常に限定的な運用がなされている。勲一等法官賞を廃用した満州国皇后、遠洋現在では国賓の来日や皇族の外遊などの際に、 儀礼的に勲章を交換する儀礼叙君に用いる勲章として限定した運用がなされている。このような儀礼叙君のほとんどの場合は、奉還大受章が用いられ、皇帝、国王、大皇、首長、大統領など、国家元首か、それに相当する人物の正式な女性配偶者が対象になる。従って、皇后、王妃などの王族の身位を持つ者がほとんどであるが、 大統領夫人等の国家元首の配偶者には平民である者にも授与される。また王室を持つ君主国の場合、ヒや王女、内親王などの未位を持つ多くの女性王族は法官内受賞の授与対象となる。外国王室の女官や政府公官などにも二等、三等などの法官賞が授与されているのが昭和天皇法王の写真集などで確認できる。制定初期は 女王などの原種の称号を有する女性でも一律に、君一等奉還賞が授与されていた。受賞の実例として、リリュウオカラに、ミルヘルミナなどがいる。このような女性国家元首に対する叙勲基準は、比較的早期に改定され、女王など、原種のらいを女性が有している場合は、旧制度時代から現在に至るまで、奉還賞ではなく、大訓一家大受賞以上の勲賞が授与される。 受賞の実例として、エリザベス2世位、マルグレーデ2世位、コラソン・アキノなどがいる。近年では、皇太子、王太子等の推定相続人としての称号を持つ、女性王族に対しても、菊花賞が授与されるようになった。受賞の実例として、ビクトリアなどがいる。逆に、元首である、女性君主や皇太子、王太子などの未位を持つ女性の正式な、 男性配偶者が王族である場合は、大勲域課題大受賞が授与される。受賞の実例として、デンマーク女王マルグレーテ2世紀の配偶者である、ヘンリク、イギリス女王エリザベス2世紀の配偶者であるフィリップなどがいる。このように、法官省は、儀礼助勲においても、その運用範囲が、極めて限定された特殊な勲章である。勲一等法官省を配用した、広順皇后、 君一等法官賞を廃用した上皇后美智子。女性皇族女君については、下記の1910年制定の旧皇族未入れの通り、上記の条文に則り、皇族に対する女君が行われた。女王や王妃として、君一等法官賞を賜った後、個々の君公によって、君一等法官賞に少女された女性皇族も多く存在した。昭和22年に、 皇族未令は廃止されたが、それ以降は、旧皇族未令を、おおよそ踏襲した慣例により、以下のような叙勲が行われている。旧制度下における国一等法官賞の受賞者は、下記の通りである。下の表に記した57名はいずれも日本国の皇族、またはそれに準ずる身分として授与されたもので、外国人に対する儀礼叙勲の類は含まれない。以下に、 法官大受賞受賞者及び奉ボ母ン章受賞者の一覧を掲げる。なお、2003年の英点制度改革以後に法官白長賞以下が運用された例は存在しない。皇族女君皇族女君外国人、女君皇族女君皇族女君外国人女君。ありがとうございます。